さんこんにちは。こんにちは。大きい声でありがとう。どっちがどっちなのかな。1年生はどこですか。あ、こっちが1年生なのね。よろしくお願いします。じゃあ2年生の皆さん。あ、2年生早いね。すごい。ということは3年生もっと早いってことですか。早いまだ言ってない。3年生ありがとう。あと1週間で何が始まるの。夏休み。じゃあ聞いてみましょう。夏休み楽しみな人。すごいね。さあ今までいっぱい手を挙げてもらって、最後夏休みね、一番盛り上がりましたけれども、今から皆さんにもっと手が上がる、もっと誰より早く手が上がる質問しますよ。いいですか。私は言いましたよ。エシカドオカン知ってる人。知ってるの？本当に知ってるの？いっぱい上がったよ。知ってる。あのヒカキン知ってる人。負けとるな。セイキン知ってる人。はじめ社長知ってる人。じゃあもう一回聞きましょう。エシカドオカン知ってる人。ありがとう。優しいね。みんな優しいね。エシカドオカンっていうのは、あれ？なんか同じ格好してませんか？私のことなんですね。実は YouTube やってんだよ。みんな YouTuber 知ってる？知ってる？ね。私あのみんなが憧れてる YouTuber ですので。そう、チャンネル登録よろしくねって書いてるでしょ。じゃあチャンネル登録者何人今聞いてきた？みんな何度も聞くね。聞いてくれる？166人。少ないとか言うんじゃない、少ないとか言うんじゃない。少ないとか言うんじゃない。チャンネル登録者数が少ないことで有名な YouTuber なんです。じゃあどんなことを YouTube でおかんがですね発信してるのか、ちょっと見てもらいたいと思います。いきますよ。はい、ということで伝わりましたかね。え、町の落ちとるゴミ拾わなあかんのよ言うて歌いながら、なん、拾ってる？偉いね。紹介してましたけれども、ほんま拾っとった？そう、おかんはですね、これ名前をね、さっき言ってたようにエシカルおかんと言います。エシカル、聞いたことある？知らん、知らん。知らん、覚えてて。聞いたことある？エシカルっていうのは地球に優しいことだけじゃなくて、地球に優しくって、人にも優しくって、社会にも優しいことをエシカルっていうんだけど、そのエシカルなことをみんなの日常生活の中ではこんな風に取り入れられるんだよっていうのを発信しているおかんでございますね。エシカルおかん覚えてね。登録者数が少ないけど、家に帰って YouTube 検索してもらったら出てくると思うので見てみてください。さあ、え、なんでエシカル、エシカルね、みんなエシカル言ってみようか。せーの、完璧やわ。おかんいつもな、小学校にこうやって講演会行くやん、お話し会行くやん、帰りにみんな言うてくれんねん。おかん、チャンネル登録家帰ったらするからな。マダガスカルおかんちゃうわい。マダガスカルおかんちゃう、エシカル。覚えてへんかった、家帰ってもな、登録できへんからな、覚えといてよ。でもそんなエシカルオカン、本当の名前があります。はい、宇津木舞香と
言います。ね、マイカちゃんって呼んでね。はい、めっちゃ呼び捨てするやん、マイカ言うたら今ええけどなあ、マイカがおるんか。マイカちゃんおんの。マイカちゃん、なんかごめんな、注文集めてもてな、同じ名前かわいいやな、マイカいう名前な、ありがとうな、もう全然忘れへん。そう、マイカちゃん言います、ありがとうな。そうやね、毎日違う仕事してんねん、おかんはな。例えば毎週火曜日はラジオのお仕事をしております。ね、ありがとう、拍手してくれてそう、ありがとう愛知北 FM というところでね、火曜日の11時から放送しとって、インターネットでも聞けるから、みんなも夏休み中ね聞けるからね、うん、犬山に旅行行った時に、あの城下町の中でやっとるから、ぜひ聞いてください。その他にも、社会づくりって言ってね、みんなが大人になる頃のこの街だったり地球がもっといい形になったらいいよねって、安心安全で暮らせる街にしていきたいよね、環境守っていきたいよねっていうのをお父さんとお母さんで集まってやっています。これはあの愛知県の大村知事って知ってる？知ってる？ね、大村知事のところに行ってね、愛知県をこんな風にしていきましょうよっていうね、お話をしたところです。そして世界を取材に行っています。ね、似てないっていうか私やけどなあのね、JICA っていうところの活動、世界で一体どんなことをしてるのかなっていうのを、そう、見てきて日本に伝えるという仕事をしていて、今日はこの世界を見てきたお話をね、みんなにお届けしたいと思います。その他にも保育園でアフリカの太鼓を教えていたりね、あの今日は子どもたち向けですけれども、大人に向かってもね、最近地球ってこんな問題が起こっててね、私らこんな風にした方がいいよねっていうのをお話し会をしていたり、そして YouTuber をねやっていたりもします。でもどれもこれは頼まれてやったことではなくって、おかんがやりたいなって思って、だから夢やね、ある意味ね、全部叶えてきた、たくさんの夢を叶えてきて、全部自分が好きなことで、全部自分がやりたかったことです。でもね、そんなおかんはみんなぐらいの時、子供の頃に一番大人から聞かれるのが嫌いだった質問が、大人になったら何になりたい？めっちゃ聞かれるやろ子供って将来の夢めっちゃ聞かれるやろねえ、あるのはいいね、全然な、大人になってこんなになりたいって決めてる子もめちゃくちゃいいと思う。だけどな、おかんはずっとな、わからんかって、自分が何をやりたいのかな。で、あ、お父さんやお母さんや先生はこういう風に答えたらきっとかっこいいと思うやろうな、喜ぶやろうなみたいな答えをしてると、本当の自分の気持ちがわからへんね。大人になるまでおかんはずっと自分がなりたいのものが分からずにやってきて、ようやくこの年になってやりたいことが分かって、好きなことが分かって今の仕事をしています。そんなおかんが今になって思うのは、大人たちはおかんが子供の頃にこうやって聞いてくれてたらよかったのにって思ったんですね。好きなことは何？得意なことは何？ね、大人になったら何になりたいじゃなくて、みんな好きなことある？ある、ある、いいね。何が好き？はい、何が好き？バク転が好き、かっこいいなあ。何が好き？バスケ。はい、じゃあ女の子、はい、何が好き？自分でダンスするからかっこいい。はい、プール、一年生も行こうか。はい、何が好きや？鉄棒好きか。はい、いいよ、ピンクの子。縄跳び好き。じゃあ男の子、英語すごいな、かっこいいな。はい、ありがとう、ありがとう。みんなじゃあ今好きなこと大きな声で叫んでもらおう。いくよ、いっせーので。君ら最高やな、いいエネルギーもらったわ。ほな次聞いてみよう、得意なことな。得意なこと、あ、得意なこと、じゃあもうメガネかけてる女の子いこうか。はい、勉強得意、かっこいいよ。ほら見てみ、バク転、バク転、すごいな、バク転。ほら、あの白青の子、サッカー。あ、ほら、あの後ろのキンキラの子いこうか、キンキラの、はい、そう、僕や。何が得意？バク転、バク転、バク転できたかいな。ほら、1年生いこうか、前から3番目僕いこうか。
何が得意？ドッジボール。はい、女がどうしようかな、後ろの女の子行こうかな。いいよ、プール。 OK。 じゃあ今度もみんな大きい声で答えてくださいよ。あなたの得意なことは何ですか？最高やな君ら、君らはいい人生歩むと思うわ。サッカー得意か、そうか、まあそれぐらい大きい声でな、自分の好きなことと得意なことを言える子はもう素晴らしいよ。それずっと大事にしていってな、大人になるまでずっと中学校なんても高校なんても忘れへんよな、変わっていっていいねんね、いつでもな、それ大事にしていくんやで。さあそれではここからが本題でございます。さあおすごいやん、わかる、あのこれも聞こうか、これも聞こう。さあこれ何ですか？素晴らしい素晴らしい、そうです、みんな知ってる、そうやな、 SDGs ですね。2030年までに解決したい世界の問題をこんな風に大人たちがね、うん、うん、そうか、これ言ったか、そう、これ学校でもやるやろう、ね、17個大人たちがね、目標を立てました。で、今これに向かって頑張ってんねんけど、今日はこの中から4番、質の高い教育をみんなにっていうものと、14番、海の豊かさを守ろう、この2つに関係するお話をしていきたいと思います。まずは14番からいきますよ。はい、パラオ、海のお話と出てきました。パラオっていう国、名前聞いたことあるよっていう人はいる？お父さん仕事聞いたことあるか、それはすごいな。そう、パラオっていうのは日本が上にあるの分かるかな、真ん中の1年生分かる、日本難しいかな、ね、日本あったやろ、はい、ストライク、これな、これが日本な、こっからぐーっと南に行った、ここがパラオです。さあ、おかんはね、この国に行ってきました。パラオの広さは、ここ見てな、488平方キロメートル、これ3年生ぐらいになるとわかるかな、ちょっと1年生難しいな、400は、そう、ちっちゃいよ、わかったな。で、愛知県やとどれくらいかっていうと、5173平方キロメートルなので、愛知県よりも、愛知県県や、日本の中の愛知県の、それよりもパラオっていう国の方がちっちゃいんだ。そう、ちっちゃい。だけど対馬市を見てみると、対馬市25平方キロメートルなので、対馬市よりは広いけど、愛知県よりは狭いぐらいのパラオの国に、じゃあどれくらいの人が住んでるのかっていうと、2万人ぐらい住んでます。さあ、みんなが住んでる対馬市何人住んでるのかっていうと、6万人、そうなのよ。ということはどっちが多い？6万人の方が多いな、対馬市の方が多いな。そうなのよ、パラオっていうのは一つの国なんやけど、対馬市よりも少ない人たちが、対馬市よりも広いところだけど愛知県よりは狭いところに住んでいます。さあ、パラオの国旗出てきましたよ。1年生国旗ってわかる？国の話なんか、それぞれのな、国には旗があんねんな、知ってる？こっちは日本の国旗やけど、パラオ似てるよね、似てるよね。これ実はね、水色と黄色なんやけど、お、誰よ、すごいよ、お、そう、そう、黄色は月、満月を表しています。じゃあ青は何やと思う？あ、じゃあ後ろの子、後ろの緑の子答えてもらおうかな。はい、僕、いいよ、一番やった、うん、海、正解、拍手。そうなんですよ、パラオの国旗は実は海と満月がモチーフになった国旗になっています。パラオではね、満月の日がいい日やとされていて、満月の日に結婚式あげようかとかね、満月の日やから、今日はいい日やから、引っ越しをこの日にしようかっていうね、いい意味があるこの国旗を使っています。さあ、そんなパラオ、
飛行機になって乗って5時間半くらいで到着するんですが、そうか、いや、それくらいかかるか、沖縄よりもうちょっとかかるな。あの飛行機を降りるときにね、あの飛行機の中の人にこれ配りますって、この紙をみんなにこうやって配られるんです。でこれにサインをしないと国の中には入れません。これ何かっていうと、実はお約束事なんですね。パラオっていう国の中に入る前に、私たちはパラオの国の自然を傷つけませんよって、守りますよ、ゴミは捨てずに持って帰りますよっていう約束をしてサインをしないと国の中に入れてもらえません。すごいでしょう。これでもなんでかっていうと、さっきも言ったようにパラオは2万人くらいしか人がいないんですね。だけど外から遊びに行ったりだとか旅行に行ったりする人は15万人くらい、毎年もっとたくさんの人たちがね、そう、全部で17万になるな、セラナ足し算完璧やわな。それぐらい外から来る人たちの影響が大きいので、外から遊びに来る人たちも自然を守るように心がけてねっていうお約束がまずあります。さあ、そんなパラオにはですよ、島の中に一つだけ水族館がありましたね。みんなが水族館行くときは遊びに行こうかね、水族館って楽しいところやね、水族館あるなぁと思うんですが、なんとですね、このパラオの水族館は島の子供たちが海について学べるように、海を守れる力を自分たちにつけてもらえるようにって言って作られた水族館なんですね。だからこんな風に海ってどういう仕組みになっていてね、なんでサンゴって白くなってしまうんだよっていうのを、このパラオの子供たちが学べるようになっています。で、あのみんなもしかしてね、この夏休みに三重県にある鳥羽水族館っていうところに行ったことある？もし行ったかもしれない、もし行くことがあったら、これパラオオウムガイって言うんですけど、これ本当にパラオから来てるのよ。なのでぜひ見てみてください。お前パラオから来たんかー言うてね、ぜひ声かけてあげてください。で、実はですね、その鳥羽水族館とここの、パラオの水族館はですね、お友達の協定を結んでまして、この人は鳥羽水族館の実は飼育員さんだったんですね。日本の水族館ってさ、すごく見やすくないね、説明とかもバッチリなところにあるやん。でもパラオは初めて島でできた水族館やから、作る人たちも初めて作るから、説明がめっちゃ暗くてめっちゃ読めへんっていう感じでね、せっかくいいもの作ってるのになかなかお客さんが分かりづらいようなあの展示になっていたのを、この鳥羽水族館の人たちがこういう風にしたらもっと見やすくなるんじゃないっていうアドバイスをしに行ってできています。で、これね、まあ、ここの水族館はその海について学べるようにするために作られた水族館だよって言ったんですが、もしみんな鳥羽水族館じゃなくても、例えば名古屋港水族館とか竹島水族館とかね、この辺でもいっぱい水族館あるよね、夏休みに行くかもしれない人ってな、行くかもしれないよなもう行くかで、もしその行った時には、実はね、日本の水族館ももちろん、まあ、イルカショー楽しい、お魚綺麗っていうのもあるけど、ちゃんとどの水族館も海について、今の環境について考えるような、勉強になるような展示をどこも作ってくれてるねんな。せっかく夏休み行ったら、そこもぜひ見てきて、ね、すごく勉強になると思います。そして、パラオにはですね、まあ、そんなね、海がこう、海の浜辺がいっぱいあるわけなんですけれども、1回の雨でたくさんのゴミが流れてきてしまうんですね。それはパラオに限らず、どこの国でもどこの海でもそうだと思いますが、海の掃除をしているところの写真をですね、もらってきました。ここで皆さんに問題です。さあ、このパラオの浜辺、どのゴミが一番多かったでしょうか。1番ペットボトル、2番ビニール袋。聞くよ。1番ペットボトルやと思う人、はーい、半分ぐらいかしら。
2番ビニール袋だと思う人、あ、でも本当に同じくらいですね。これ実は答えは1番です。ペットボトルなんですね。ペットボトルのゴミがすごく海辺多かったそうです。じゃあ次の問題です。さあそこで見つかったペットボトルなんですが、このゴミはどこで捨てられたものでしょうか。1番パラオ、2番パラオじゃない国、他の国、いきますよ。1番パラオだと思う人、うん、2番他の国だと思う人、あ、答えを見てみましょう。そうなんです、これはですね他の国から流れてきたもので、このペットボトルは漢字が書いてあるんですね。中国から流れてきたもの、そしてこっちはインドネシアから流れてきたカップ麺なんですが、じゃあ中国の人が海に向かってポイって投げたのかっていうと、インドネシアの人が海に向かってポイって投げたのかっていうと、そうじゃないんですね。実は街の中に落ちているゴミ、公園に落ちていても道に落ちていても、それをほったらかしにしておくとどうなるかっていうと、いつかは雨とか風に流されて排水溝から川に流れ込んで、そして川は海につながっているので海に流れていきます。さあここで聞きますよ、みんな公園で遊んでいる時におやつ食べることあるよね。落としたことはないですか。大丈夫、一緒やねんな。そう、町の中に落としてしまったゴミはいずれ川に運ばれて海へ流れていってしまうので、自分が落とさへんのはもちろんだけど、誰かがポイってしてたら教えてあげてな。こんなところで公園やからって思ってるかもしれない、ポイもあかんけどな、これ海に流れるんやでって言ってな、落としてる人がいたら教えてあげてください。そしてね、ゴミを出さない、ゴミをポイってしてポイ捨てしない、拾うっていうのももちろんなんですが、そもそもゴミを、まあプラスチックに限らずですよね、ゴミになるものを減らしていくっていうのがすごく大事なんですね。物を大事に使う、ね、壊れても直すことができるからね、直して何度も使う、ね、他に使う人に回してあげる。そしてもう一つは買うときに、これほんまにいる？一回しか使わへんやな、一瞬でゴミになりそうやな、で物を本当に買うのか、ね、ちょっと買うときに考えてみるっていうことが大事になってくるんですね。さあここまでが海に関するお話でした。こっから急ピッチでいきますよ、時間がだんだんなくなってきました。後半は世界の学校ということで、アフリカにあるタンザニアという国の学校を見ていきたいと思います。日本からさっきは5時間とか言ってたけど、めっちゃ遠いよ、飛行機に乗って24時間、そう1日かけて行きます。ただ今からみんなにですね、アフリカって聞いたことある？1年生わかる？1年生アフリカって聞いたことある？アフリカっていうのはね、このね大きな大陸のことなんだよ、 見えにくいけどな、この中に54個国が入ってて、この中の一つがタンザニアっていう国なんやけど、今からマイカちゃんが言うお話、ここすっごいちょっと難しいけどすっごく大事なこと言うよ。今からマイカちゃんはタンザニアの村の学校のお話をします。だけどこれ村ね、これもタンザニアです、わかる？すごい都会でしょう。そうなの、同じタンザニアって言っても村の様子と都会の様子は全然違うんやね。でさっき言ったけど、アフリカっていう場所には54個も国があるので、それぞれの国が全然違います。なので今日マイカちゃんが言った話、あ、アフリカって全部あんな感じでしょって、これ小学生ね、難しいことよ、思わないことが大事なのね。今日聞くお話はタンザニアの村のお話です。さあタンザニアの私が行った村にはですね、電気もガスも水道もない村で、お家に水道がない
あの村の真ん中に井戸があるんですね。井戸って言ってもこういう風にまず水道みたいな風になってるような井戸なんですけど、ここはね、これを井戸ってね、地下からこの地面の下から水を汲み上げてくる、ね、川からじゃなくって、そう普通こうやってやるでしょ。でもバケツみたいなんてやるな。そう昔はそうやってたし、そういう地域もあるんですが、ここは井戸が水道式になっています。でも村に1個しかありません。なのでみんなその日1日使う水を、朝しか出ないからね、1日分持っていきます。これめちゃくちゃ重いよ。あのバケちゃんも笑顔で2つ持ってるけどね、写真撮った後すぐ下ろしました。むちゃくちゃ重い。で1個だけのこのね、バケツを家まで運ぶのにべちゃべちゃこぼしてね、もう3分の2ぐらいしか残ってへんのちゃうかぐらいまで持っていったのに、このお母さん見て、頭の上に乗せてるの、すごいでしょ。頭の上に1個、手で1個、2個を家まで運ぶんですが、毎日これをやっています。一滴もこぼしません。すごかったです。そんなタンザニアの村では、キッチンが、台所がお外にあるんでね、みんなもねお家中にあると思うんですけど、お外にあるキッチンでご飯をもらいました。さあそんな村の学校の様子、これが中なんですが、なんかみんなの学校と違うなって思うところある？黒板はね、これ実は黒板なんね。はい、じゃあこの1年生の男の子行こうか。何が違う？机が、そうな、いいところに気づいてくれたよ。あの机が、みんな自分の机ある？一人一人の机になってる？そうなんです。やけどこれはね、実はこのだらっとしたところに長い机をみんなで一緒に使います。で、あのね、ちょっと聞いてもいい？対馬東小学校は、小東小学校は何人いるか知ってる学校？お、すごい、300何人。校長先生に聞いてみましょうか。校長先生、東小学校の生徒の人数は何人でしょうか？約370人です。ここの小学校は何人かっていうとですね、このすごいちっちゃいでしょう、こんなんでしたよ、800人います。みんなの倍以上います。そこにちょっと校長先生に聞いてみましょう。校長先生、先生の数はこの小学校は何人いますか？36人。さあ、マイカちゃん言いましたよ、この小学校今何人って言いました？800人子供がいるっていうことは、36人の先生やからもっといっぱいおってもおかしくないよね、思うでしょう。なんとこの小学校の先生の数は13人です。少ないでしょ、1人の先生で60人ぐらいの子供を見てるっていうことやからね。だから足りないんですね、やっぱり教室も椅子も机も。だから足りない子たちは外で、ここで青空教室って言って、外のこの地面に文字を書いたりして勉強しているクラスなんかもあります。で、教科書なんかはこう配られるんですが、教科書は違う、みんながみんな持てなくって、みんなでシェアをしながら、みんなで分け合いっこをしながら見て、ノートは持ってくるんですが、お金がある人は鉛筆を買えるんだけど、みんながみんな鉛筆を買えるお金を持っていないので、テストの時困るよね。その時は授業中とかちょっとペン貸してってできるんですけど、テスト一斉にみんな受けなきゃいけないので、テストの時はなんとですね、校長先生が全員分の鉛筆を買ってきてくれて、やるしやろう、テストをしたらその鉛筆が次、翌週隣の村に回って、翌週は、次の週は隣の村がその鉛筆でテストをするというふうにしてね、みんなで協力しながら勉強をしています。で、これ何だと思いますか？わかる？これ学校の中で使うものです。あ、誰かいい声で言った、チャイム。お、そう、正解、これチャイムなんですよ。ね、学校でキンコンカンコンって言うんですけど、あの授業が終わったらカン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 ってこれが鳴ると授業が終わりになります。じゃあこれは何でしょうか？運動場。これは何？あ、じゃあどうしようかな、ブルーの服の子やんか。はい、体育館じゃない、これ外やねんな。この棒が2個立っている。はい、じゃあ女の
そう、運動場にこれ何があると思う？あ、鉄棒じゃない、横向きになってる。はい、じゃあフェンス、惜しいな、運転違う。最後、じゃあ最後女の子行こうか。うん、お、惜しい、柵。これ実はですね、サッカーゴールなんです。あー、待ってね、思ってた、ネットがないんやね。で、このターザメの村にはですね、物がなくて、だけどみんなすごくアイデアを出し合って暮らしていて、これはサッカーゴールなんですが、これボールも実はボールがなくって、自分たちで作ったビニールのテープをこうぐるぐる丸めて作ったサッカーボールを使っていたりします。あと、ちょっと時間がなくなってきたので急ぐと、3年生、あ、みんなでももう1年生も朝顔とか育ててるか。3年生何育ててる？高校生か育てて、2年生何育ててるの？野菜育ててるのね。学校でいろんなもの育てると思うんですけど、この学校なんとパパイヤも育てていますね。国によって違うよね。さあ、そんなタンザニアの村で、村の人たちの生活がより良くなるように、村の貧しさが少しでも改善できるように、協力隊として行ってきたところリホちゃんっていうお姉さんに、村の学校の様子ビデオを撮ってきてもらいました。ちょっと見てもらいたいと思います。
例えばね、あのこれさ、村の人たちに 毎回100円徴収してきていいよ、もらってきていいよって、国からこういう風に手紙もらってるから100円ちょうだいって言われたとしても、ああそういう風に書いてあるんか、分かったってお金渡してしまったりとか、騙されてしまうよね。計算できなかったらどうなる？買い物行った時に、あ300円と200円ですので、あ合計1000円くださいって言われても、本当は500円やけど、じゃあ1000円かって渡してしまったり、騙されてしまいます。そうすると仕事もやりたいなと思ってた仕事に就けなくって、そうなるとどん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 貧しい生活から抜け出せないんですね。だからすごく学校って大事で、だけど学校っていう建物があっても先生がいなかったら、いくら建物が立派でも勉強ってできないですよね。そこで日本から先生として教えに行っている人がいたり、先生たちにこういうふうに教えたらいいんじゃないって教えに行っている人たちがいて、いろんな国でこうやって活躍をしています。だからみんな今当たり前のようにね、毎日学校に来て教科書もノートもあって、全員が鉛筆も持っていて給食も出てきてってなってると思うんやけど、実はこれってすごくありがたいことで、世界にはそうやって授業を受けたくても受けられない子がたくさんいる。で、大人たちは、私もそうなんですけどね、そうやって恵まれて教育を受けてきていっぱい勉強したのを、じゃあ今度はできなかった人たちに何か返せないかなって思って世界に出ていった人がたくさんいます。例えばさっきは先生でしたけど、これはあの病院ですね。病院の現場でアフリカの、これもタンザニア、セネガルという国なんですが、病院がもっと良くなるようにって活動していたり、私も同じようにですね、日本で勉強してきて、私は当たり前のように学校でたくさんのことを教えてもらった。じゃあそれをできなかった人に何か返せないかなって思ったんですが、私は病院でも働けない、そんな知識も持っていない、学校の先生でもない。そんな時に私が思ったのは、じゃあ私は今日みんなにやったみたいに、世界ってどういう風になってるんだよ、私が見てきた場所ってねっていうのを伝える形で協力できないかなって考えて、今この仕事をしています。これから先みんなが大人になって、外国で働いても日本で働いても、どの場所で働いても、どんな仕事についても、もう全然もちろんね、あの頑張ってと思うんですが、その時にみんなこれなんです。さっきに言った好きなことは何、得意なことは何、ね、やりたいことが見つかった時、みんなこれを大人たちも自分に聞きました。タンザニアで何か活躍したいけど、何か協力したいけど、私が好きで私が得意なことで何が協力できるかなって言って今があります。なので、ね、特に夏休みなんかいっぱい時間があるので、ね、好きなこととか得意なことを思いっきり時間をかけて伸ばすような、そんな時間を過ごしてください。ということで、まゆかちゃんのお話は以上になります。ありがとうございました。ありますね。はい、じゃあ、なんで YouTube をやりたいと思ったんですか？あのね、こうやってお話し会をすると目の前にいる人には伝えられるんですけど、例えば愛知県にいない人、私の近くにいない人には自分が思ってることを伝えられないなって思って、他の、例えば大阪に住んでいる人、東京に住んでいる人、いろんなところに住んでいる、世界に住んでいる人にも、まゆかちゃんこう思うんだけどねっていうのを伝えたいなと思って YouTube を始めました。ありがとう。はい、他に、金曜日今日か、今日はね、こういう仕事かな、みんなにこうお話をしに行く仕事とか、でもね、曜日で決まってなくて、金曜日だけどラジオを頼まれてやる時もあるし、金曜日に畑もやっててね、畑やりに行くこともあるし、バラバラやで、毎日自分がやりたいことやってる。ありがとう。世界のことを伝えてどう思ったか。ありがとうね。世界のことね、あの本当はみんな一人一人が見に行けるっていうのが一番いいなって
ってやっぱり思うんです。実際に自分の目で見たものとか、あの自分で感じたこと、自分がこの人たちに話ができたら一番じゃない。だけどなかなかそう全員みんながみんな行くっていうのは難しいと思うので、ちょっとでもなんか行った人の話を聞けるといいな、嬉しいなと思ってくれたらいいなと思ってます。他にもありますか？なんでそんなに仕事やるんですか？あのね、やりたいことがたくさんあってね、あの なんでというか、やりたいやりたいやりたいの、 YouTuber やりたいわ、おしゃべりしたいわ、ラジオやりたいわ、町づくりやりたいわって、なんかやりたいことっていっぱいやりたくない？サッカーやりたいわと思ったら我慢することないでしょう、ね、手作りしたいと思ったら我慢しとくの嫌でしょう、作りたいでしょう、折り紙したいと思ったら我慢しとくの嫌でしょう、折り紙したいでしょう、いう感じでお仕事もそうで、やりたいわやりたいわと思っていっぱいやってきました。もう時間が全然足りない。じゃあ最後、最後、はい、一日何個やってるんですか？仕事？一日ね、もう一個の日もあればでも四個ぐらいやる時もあってね。すごいでしょう。うちのお父さん大体2回？しかもなんかさっきまでやってたことと全然違うことやってたりとかしてね、カバンの中にね衣装が3つぐらい入ってる日もあります。でもそれが楽しいやね。だからみんなもしできたらもう好きなこと、楽しいなと思うとか、やりたいなと思うことを仕事にできるとねいいよね。